ニコニコ生放送をご覧の皆様、こんにちは。関西大学2回生の大鳥です。仏教大学3回生の田中です。学生麻雀連盟代表を務めております吉武です。どうぞ。ああそうか、そうですね、今回から新しく、ルールを決めまして、新配信、新しい配信ということで、いろんな、商品だとか、打ち方、そういったものを新しくしていこうかなと皆さんで話し合ったので、その詳しいルール説明の方を大鳥くんにしていただこうかなと思っております。はい、どうぞお願いします。その前に、本日は鳳凰ショールームより近畿大学対抗戦新進気鋭放送生放送いたします。先ほど代表からありましたように、今年度より新進気鋭では、チームで10万点を引き継ぐ、某女の子たちのバトル麻雀漫画のルールを採用いたしまして、先方中堅大将の各大学3人で3人の合計点数で争ってもらいます。競技ルールは、学生麻雀連盟ルールに準ずるものとします。ですが、オーラスの、親の上がりやめは一切なしとします。今年度は13の参加校にて近畿最強の座を巡り争います。予選では、事前に行われた抽選により12チームが3ブロックに分かれ、各予選上位2校と各予選3位の、3チームの中で最も持ち点の多かったチームが準決勝へと進みます。準決勝では予選を勝ち抜いた7チームに、昨年度優勝の大阪産業大学を超えた8チームが2ブロックに分かれ、それぞれ上位2校の計4チームが決勝へと進みます。果たして今年はどの大学が栄冠を手にするのでしょうか。本日の、放送では予選の A ブロックを行います。それでは早速対局される大学を順番にお呼びしていきましょう。どこから呼ぼう、どこから呼ぼうか。じゃあ関西学院大学さん、よろしくお願いします。これ俺らどけた方がいいかな。そう、まあこの感じでいいかな。大丈夫ですかね。はい、お願いします。お願いします。お願いします。では自己紹介よろしくお願いします。関西学院大学3回生の藤谷です。関西学院大学1回生の多田です。1回生なんですね。1回生です。期待の新人でございます。エースですね、うちの。いや、もちろん頑張ります。では、はい、本日の戦略等はございますか。まあ、戦略はですね、まあ、全員がトップ取って気持ちよく予選通過しようかなと思ってますんで。はい、なるほど。ちなみに先方中堅大将はどなたが順番に立る。ちなみに先方が自分で、はい、で中堅が叩くんで、はい、その上が代表の大将が僕ですね。なるほど、はい、関西学院大学の方なんで。なるほど、はい、いいですね。まあ全員トップということで、ここで全員がラスを引けば面白いですね。番組としては面白い。いや、まあエンターテイナーなんでね、僕。いや、数々の歴史あるんで。これ代表がトップ目からラスに落ちたりしたらちょっと面白いですね。代表としての権威がちょっと出ちゃうんで、有名キャラクターみたいになりますよね。これちょっと今プレッシャー与えてるんで、ね。では最後に、じゃあ一人ずつ意気込み等を聞かせていただければと思います。じゃあ自分からで、はい、まあこう見えても感覚のサークルの代表を務めてるんで、まあ、ここでは負けられないと負けられないなってことで。大丈夫ですか。負けそう。まあまあ頑張ってやりたいなと思ってますんで、よろしくお願いします。はい、まあ、先輩方の胸を借りる気持ちで、はい、まあ、先輩方がまあトップを取って、まあ、自分はまあそれを超えるトップ。なるほどね。なるほど、ね、なるほど、ね、取っていきたいと思います。なるほど、はい、ありがとうございます。まあ、僕は楽しめたらいいかなと。皆さん楽しんでいただける麻雀を打ちたいと思ってますので、わけわからんところで大民関してもコメント荒れないようにお願いします。それは多分僕と後で紹介する岡本さんが多分ボロクソ言います。では、関西学院大学さん、ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございます。続きまして、京都産業大学さん、よろしくお願いします。お願いします。はい、お願いします。では自己紹介をよろしくお願いします。京都産業大学4回生の西村です。3回生の古田と申します。はい、4回生の高瀬です。お願いします。なるほど、お願いします。お願いします。お願いします。今日は1回生2回生引きずれずガチですね。ガチで勝ちに来てますね。ガチガチに勝たれて、ガチガチです。本気ですね。いや、怖いですね。戦略等ありますか。まあ僕が大将なんですけど、はい、他2人が優秀なんで、あんまり勝負ないと思います。なるほど、もうじゃあ先方中堅でもうバチバチ稼いで、もう大将はもうあと曲回すだけと。なるほど、はい、
ちなみにさっきなんか三班ちゃんともトップ取るって関西学院大学さんが言ってましたけど、どう思います？まあ僕らが三班ちゃんともトップなんでちょっと難しいかなと。なるほどね。あ、もう開幕なんで敵じゃないと。敵じゃない。あ、もう敵じゃないっすね。ガチガチなんで僕。ガチガチなんでね。まあそんなもう敵じゃないっすね。余裕っすね。わかりました。楽しみにしてます。受けて立ちました、はい、では最後に意気込みとよろしくお願いします。まあいつも通り麻雀を打てたらいいと思います。はい、あ、はい、まあやるからには優勝したいんで、まあ、先輩方の足を引っ張らないように頑張っていこうかなと思います。まあ大将最後も回すだけらしいんで、回すだけ頑張ります。はい、ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございます。では続きまして大阪電気通信大学さん、よろしくお願いします。お願いします。お願いします。では自己紹介よろしくお願いします。大阪電気通信大学代表、麻雀サークル代表4回生の西田です。大阪電気通信大学の1回生松井です。大阪電気通信大学1回生の福永です。なるほど、今回は1回生がお二人ということで。そうですね。なるほど、フレッシュな感じで、はい、勢いで圧倒していく感じですね。そういうわけではないですか。いや1回戦何を起こすかわからない。一番ミラクルですよ。いやもうそんなね、3回戦4回戦はね、こうちょっと年老いた人方々がやっぱない勢いで、ね、失礼しました。横にいるからな。ほんまや代表いい、ね、まあでも皆さんなかなか、僕らの当初の目標としては若い子たちにどんどん出ていただくっていうのが大きな目標だったので、一つ目標クリアしてるかなと。でまた初参加なんですよね。はい、そうです、ね、去年の11月に作成したばっかで。おお、新しいですね。新しいですね、はい、なるほどなるほど、ありがとうございます。まあこれからもお付き合いしていただけたらなと思ってますので、どうか皆さんよろしくお願いします。はい、では、戦略等ございますか。今日こんな感じで打とうみたいな。多分打ち方がめちゃくちゃだから、多分麻雀をずっと打ってる人からしたらやりにくい相手かなっていうの。一番ミラクル起きるな。なるほど、もう勢いでガンガン行こうぜって感じですね。そんな感じです。さっきなんか今のところ関西学院大学さんも京都産業大学さんも前半ちゃんトップ取ってやるって言ったんですけど、いや常識では測れないのが初心者なんで。配信っぽいっすよ。もうそこはもう前半ちゃんトップ取ってやるぐらい言ってほしかったです。ぶっちゃけどうですか、トップ取れます？余裕言わせてるなんそれ。はい、山岳校どもトップを取るらしいです。ありがとうございます。はい、ございます。では、最後に意気込みとよろしくお願いします。意気込み、はいはい、そんなんなかった。とりあえず、まあ、みんな任して優勝するつもりで打っていくんで。いいね、勝利宣言。勝利宣言ですね。前半ちゃんトップ。前半ちゃんトップ。もう 初参加、初優勝をもう狙うんで。おお、いいですね。もう期待してみておいてください。頑張ってください。ありがとうございました。よろしくお願いします。ありがとうございました。では最後に、大阪大学さんよろしくお願いします。はい、こんにちは。こんにちは。では自己紹介よろしくお願いします。はい、大阪大学の2回生の高妻です。大阪大学4回生の吉田です。麻雀連合ツアー選手の岡本俊です。今日は岡本さんには、実況、あ、じゃあ解説か、解説も、お任せするということで、そちらの方もよろしくお願いします。はい、お願いします。では、大阪大学さん戦略等ございますか。戦略、はい、まあ、お茶さんがなんか最後は全部まくってくれるらしいんで、なんか2万沈みぐらいだったら全部まくってくれるらしい。後輩たちがあのなんかトップトップで僕はもうそれを守りきる形でいくかなと思ってます。なるほど、あれおかしいな、4大学ともトップやったらマージャン成り立ってないから。いや、プロの方相手するの怖くないですか。怖いですね。そうですね。え、でもってことはもう前半ちゃんトップで最後はもう突き抜ける。そうですね、はい、突き抜ける。なるほど、ラス入れぐらい頼むから。個人的には関西学院大学と大阪大学さんにちょっと恥かいてほしいなって、ちょっと個人的に。なるほど、わけわからん大民かもしれません。そうですね。では、最後に意気込みとよろしくお願いします。意気込みどうします。今なんか新入生が全然いないんで、優勝してもう全どんどん広告して新入生取りたいなと。おお、いいですね、前向き。いい、ね、まあ僕4回生なんですけど、実は初出場なんで、まあ、ビギナーズラックでちょっと頑張っていきたいなと思ってます。頑張ってください。
僕はもう二人に任せて今日は解説頑張りたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。大阪大学さんありがとうございました。ありがとうございました。岡本さんのギャップに残ってください。あ、でも僕たちは、ああ僕か、僕だけ出たらいいかな。そうですね。はい、ありがとうございます。では、あとは残れ残れよ、引き継ぎますね。ではお願いします。お願いします。それでは対局の準備が整うまで少々お待ちください。何話そうかな。大鳥くんのフリートークタイム。そうですね。どうしようかな。田中さんは、はい、どの学校に注目してますか。やっぱり大阪電気通信大学の、あ、なんていうんですか、ミラクルが見たいです、ね、フレッシュさですね。フレッシュさが見たいです。僕も期待します。いやもうちょっと今日は役満とか見れるんじゃないかってちょっと思ってますね。なんかこうちょっとこの全員トップを狙うザワザワした感じがちょっと大物手出るんじゃないかって勝手に期待します。結構激しいぶつかり合いになりそうなんで。そうですね。どうします、回ってきた時に4万点ぐらいしかなかったら。それやったらもうどうしましょうかね。ほんまに頑張って、あ、逆にビリ決定戦でビリ狙うのもありかもしれない。お、対局の準備が整いましたね。対局の準備が整ったようなので、そちらを見ていきましょう。画面切り替えいけます。なかなか映らないですね。あ、行きましたね。行きましたね。はい。ではトンの一曲、親が、関西学院大学ですね。はい。あ、ジナナなんだ。学生麻雀連盟ルールで切り出しがジナナなんですよ。ドラがチュンです ね、 チュンですね。はい。で親が関西学院大学。お、酸素が見えてる。ちなみにチュンの行方はここに。親に1枚、親に1枚だけですか。あ、大阪電気通信大学さんにも1枚。本当だ。あ、大阪大学さんハイパーいいですね。すごい、これ結構いいですね。ここはどうなんだろう。お、サウスポー、サウスポー、え、ちゃうわ、両手使い、両手使い。あー、いいとこ生まれましたね。お、ドラを引いてみましょう。ドラをどうするんですかね。さっきパーピンからこれでドラが1枚ずつ、あと1枚がどこにいるかで、お、今切らないんですね。で3万切りましたね。なるほど。お、泣く。これは本逸鎮逸まで見てるですかね。3色の方じゃないですか。あ、3色の方、3両方見れるんで。なるほど、いい泣き出しかなと思いました。そこでつもぎり、これ E1 残してる意味。おお、重なりました。大阪大学がドラを重ねた。これは何聞きますかね。ローソーパスタのターズ落としとかが結構そうですね。そうなんですけども、うん、お父さんなかったですね。ここは何切ったんだ。ここ123で仕掛けてますけど、どうするんですかね。ピンを重ねちゃうと厳しいですね。役がなくなっちゃうんで、どうやって役作るんですかね今から。わかんないです、ね、そこが見どころですね。本一かな。これはローソーパスタを払ったような払った方がいいような気がしますけどね。ここどうするんですかね、京都産業大学さん。これ今いります。一通が見えるんで残してるって感じですかね。ここはさすがに陳一いけますかね。言いそう、リャンズを払いそう。何か両ピンか、一旦両ピンが多分全部見えるんで、ね、一応123の3色も残す感じですかね。なかなかチュンが出ていく形にならないですね。そうですね、このまま誰も切らずに終わってしまいそうな。これで3ピンで、ここはどっちを見るか。さすがに1、2、3の3色見ますかね。そうですね、こっから鎮逸、本逸にはなかなか思いづらいんですが、リャンピンを切りました。強気いいですね。でも僕その強気な姿勢いいですよ。あ、これさすがにチュンが出そう、切りそうですね。あ、さっき3万、あ、でもチーン、そうですね、チートイツもいるんで先チュンですね。これで大阪大学さんがチュンドラさんゲット。大阪電気通信大学さんも一応イーシャンテンなので、
あ、そうですね、チートイツのイーシャンテン。いや、メンツでも普通にイーシャンテンですね。ほんとだ、失礼しました、ポンコツ。さあ、これで大阪大学さんが甘露庵、チュンドライオンの甘露庵天杯。ちなみに甘露庵は山にどれぐらいいます？2枚ですね。2枚いる。山に2枚あります。ここで今ちょっと結構広くなりましたね。そうですね。でもただだけに、それだけに最初の方の攻めがちょっと追いつくんでしょうか。おお、これ赤ウーピン切りましたね。もうチートイツ固定ってことですね。なんですかね、電通さんは面白いな。これはそうですね、もうもう鎮逸しか見ねえってやつですね。そうですね、じゃないと上がれないんで。役がない。一応ドラ泣いてる大阪大学をどこまでケアするかですよね。ですね、役がない。大阪大学さん、さっき9万を積もぎったんですけども、カンパマンに受けてもちょっと面白いかなと思ったんですけどね。そうですね、あれさすがウーアン打ってカンパマンに取った方が。あ、ここにローマンが出た。あ、ローマンが掴みました。チュンドライオン8000点の宝珠ですね。大阪産業大学さんが出上がりました。カンローマンの方が上がりましたね。そうですね、正解でした。いや、俺多分カンパワーに取ってそうやな。カンパワーも受けちゃいそうな感じが。そうですね、なんなら赤ウーマン切ってカンパワーに取るまである。あ、それめちゃくちゃありっすね。一緒の8000なんで、めちゃくちゃありなやつですね。あ、どうなんだろう、でもチュンポンしてるからさすがに579で持ってても赤ウーマン切ってきそうな感じするんで。確かに、そこまで考えますかね。あ、赤通った、じゃあ8キロみたいな。ドンの2曲、親番が大阪大学さん、今漫画を上がった大阪大学さんですね。ドラがまたチュンだ、またチュンですね。さあ、ま、結構また大阪大学さんが整ってますね。そうですね、換算ワンターツを入れれば強いとか。ここにドラが1枚、ドラが1枚ありますね。大阪電気通信大学さんにさっき補充したんで、ここで取り返したいですね。なんか、え、天文のやり取りがおかしい、天文のやり取りがおかしい。天文表示がちょっとおかしくなってます。そうですね、大阪大学さんが10万8000点で、電通さんが9万2000点ですね。だって今回はどこがかなと思ったんですか。あー、もったいないな。電通さんもなかなかいい感じ。あ、ここがめちゃくちゃ、ね、ここいいですね。関西学院のイーシャンテンですね、関学。ただ縦のターツがでも横に伸びそうな形ですからね。産業大学さんも結構そんのってて、そうですね、だからちょっと手ぶつかりそうな感じはありますね。ここがリャンウマンスーピンウソンのイーシャンテン。広い、広くないか。ここはでも大阪大学さんは3色まで見えるイーシャンテンなんで。そうなんですよね、結構ハイパイから3色見えてて、はい、いいですね。だから大阪大学もイーシャンテンですね。全然見てなかった。おー、おろそ、チートイツのシャンテン。じゃあこれでメンツでもシャンテンですね。みんなシャンテンか。そう、全員シャンテンですかね。全員ではなかったですね。あ、ここだけ。でもかなり手は整ってますね、京都産業大学さんも。もう9ピン切ってタイヤを固定でもいいのかなと思うんですが、リャンマンでもいいですね。あ、解説はちなみに、大鳥、関西大学の大鳥と、仏教大学の田中と、どこやったっけ、すいません、お願いします。ハイジャン、一応ハイジャンプ、あ、ハイジャンプの、岡本さんですね。さて、関西学院大学さん天杯ですね。スーピンウソの天杯。一旦、まあ無限に手がありますかね。そうですね。あ、このチーソーを引くと苦しい。負けましたね。スーピンウソのシャンポン。シャンポンですね。リーチドライチ。あ、イズピン高め三色。大阪大学さんもいいとこ引きましたね。イズピン、メンピン、高め三色。さあ、ここで産業大学さんは何を切りますかね。顔はどんな感じですか。ね、パーピンが1枚切れてるんで9ピンをワンチャンスで切ってもいいんです。結構いいコスっていうのが
乱増しました。自分でスーツを3枚持ってるんで、あワンチャンスですね。あ、じゃあえワンチャンスですね。ワンチャンスですね。さて、イース、まあ、イースピンが山に残り何枚ですかね。イース結構ありそうな感じが。そうですね、イーピンがめちゃくちゃいそうな、めちゃくちゃいそうですね。これは電通はどこまで押すのか。3万いったん押す現物ですか。押しましたね、片現物。さあこの E ピンはどうしますかね。これは9ピンがワンチャンスで切れるか、か親の現物パーピンか、最悪刺さるなら子供からみたいな。そうですね、数層のワンチャンスで3層切りました。そうですね。さあこれで大阪電気電通さんも3層で良さそうです。数万押す、めちゃくちゃ押してますね。強気。あー、カウソ補充、カウソで補充、これはついてない。スーピン裏リーチ赤が5200、京都、じゃあ、関西学院大学さんの出上がりですね。いやー、今の E ピン多分めちゃくちゃ山いましたよね。そうですね、 E ピン多分残り山3、あ、2枚ですね。誰か1枚引いてましたね。1枚引かれてたんで辛いな今のしかもスーピンウーソのシャンポンのスーピンなら自分ツボで赤ウーソ、普通の黒なら26ですからね。辛いな、スーピンなかったっすね。俺ならツカンツカンってはい投げてますよ、まあ、さっき漫画上がれてるんで。そうですね、トンの3曲、親が京都産業大学さんですね。ドラガーチーピン、これは何の町番だ。あ、電通さんでいいですかね。そうですね、これ結構整、そうですね、ペイが統一になりました。結構整ってて、早速関西学院大学は今5人上がってトップになった関学さんがもう流しに行きましたかね。京都産業大学さんは結構本一が見える、ちょっと形が悪いですけど。そうですね、伸びしろがある手ですね。ここにウーマン引き入れてかなりいい形になりました。今のはパー関学はパー1、Q1 どっちか泣きたいですね。ただここが本一に多分行くんでなかなか泣きづらい。もう今のは本一ほぼほぼ。さあこれローマ引き入れてイーシャンテになりましたね。ウーピンにくっつくかパーピンにくっつくか。はい、大阪大学さんもチーピン引いてよりいい形に。京産はもう本一ですかね。盾ですかね。あ、盾、まあ打つでしょう。打たないか、ペイ問い事もある。あ、打ちましたね、ましたね。ペイが1枚切りなんで結構上がりやすいんですよね。うえ、パーピンペイのシャンポンリーチ、リーチ、あ、そうか、ドラか、パーピン、リーチドラだから、チーピンがドラ、あ、チーピンドラか。じゃあリードミスね。まあでもドラ引いての変化よりも多分ペイの上がりやすさを重視した感じですかね。そうですね、ウピン切りリーチやったら結構パーピンとなんかのシャボってあんまり考慮しないんで、パーピンに振ってもちょっと安そう。あ、でも579があるからそうでもないですね。そうですね、ドラ絡みであれがあるんで、リャンカン系柄があるんで。さあ関西学院さんもイーシャンテン、ここはこれちょっとちゃんとリーパイした方がいいですねそうですね、ちょっとこれ後で押し買っときます厳しいですね、こうやっぱちょっと配信の時のマナーってあんまり最初分かんないじゃないですか。僕も多分結構左手が邪魔だとかいろいろ言われてきたんで、やっぱそういうのをちゃんと後輩に教えていかないと。あ、関学さんも感知層で転敗しましたね。しましたね。ただ感知層はここに2枚と感知層は、ね、残りが2枚ありそうですね。ああ、ローピンで、確かにリーチハイウーピンですし、そうですね、ローピンはちょっとウーピン切りリーチでローピンなかなか切りづらいですね。あ、これあれですね、あの宣言杯のウーピン泣かれてるんで、あのリーチ宣言杯が横になってないんですかね。あ、なってる、ごめんなさい、どこ見てたね俺は。あ、関心層引きましたね。ローピンさえ押せてれば、でも無理ですね。いや、もう押しづらいですもんね、なかなか。そうですね、今パワーもアンコ落とし入りましたね。ここはちょっとシートイツでいけそうな気が出てくるんですけども、想像が全然切れてない状態ですね。
球層以外がちょっと怖い。うん、あでもこれは押しそう、押さない、硬いな。そうですね、イーソーとかなんだっけ、あとがイーソーリャンソースソーがちょっと切れないんで、そうですね、しかもスーピンもちょっと押しづらいかなって感じですね。多分スーピンは結構通りやすい範囲ではあるんですが、ただまあ赤も見えてないし、ちょっと押しづらいですよね。刺さってもそこそこ打点がある可能性もあるし。あ、今日の対局は時間制限はありますか？あ、時間制限ないです。でもずっと続くかもしれないと。あ、もう無限に、もしかしたら2時間ぐらい続くかもしれない。あ、硬いなみんな。お、テンパしました。いいですね、これは数ピン切って言いそうですかね。数ピン切りの言いそう短期が一番良さそうなんですが、刺さっても休めってやつですね。そうですね、休め。これリーチ行きます？あ、リーチ行くんだ。行きましたね。リーチシートイツ、京都産業大学さんの追っかけリーチです。イーソーは、あー怖い。イーソーって結構いません？イーソーいますよね。イーソーは川に1枚だけですよね。なんで2枚ありますね。ちなみに、わあ、リーチドイツ裏本当に初ドラが8000点の出上がりですね。京都産業大学さんのリーチドイツドラドラ8000点です。すごいですね、3曲連続チュンがドラインってしまいましたね。あ、違うわ、京都産業大学さんは親か。1万2000点の出上がりですかね。そうですかね、京都さん親ですね。そうですね、ワンツーですね。これは大きいですね。これは大きい。電通さんなかなかに厳しい展開となってました。なってますね、いきなり2万点を失う展開で。そうですね、ただあのペーパーピンはもう仕方ないですよね。あれは全然リーチでいいと思いますね。ちなみに僕はペーの問い音でウーピンにくっつきを求めます。あ、もう全然ありだと思います。僕はもうあれなんで、いやもう単野を至上主義なんで、もうすぐ単野行くんで。いつも師匠に怒られてます。トンの3曲一本場ドラガースーピン、どこがいいですか？大阪大学はなかなかに悪いですね。ここいいですね。そうね、電気通信大学さん結構通さんとかなりいい形でハック泣けると、あ、ドラなんだっけ、ドラスーピンです。ドラスーピンですか、はい、スーピンはないんか。まあ、ただ赤赤がもう十分ですね。すぐ上がれそうな手にはなってますね、はい、ワンチャン遠くに1通まで見える。結構近いですよ。結構近いです。4枚は遠いの。3枚3枚か。数万ローマさくりってか9万から引いても全然馬のくっつきで1通見えるんで、残り2枚引ければって考えたら結構近いんじゃないですかね。遠いの。なかなか入らないですね。その間に関西学院大学が進んでいってますね。ここは3色見てるんかな。お、ドラ引きました。ドラのスーピン引き入れてかなりいい形になりました。そうですね、9層の取り落としで塩漬け入れマックス。あー、いいスーピン拾えないかな。運送重なってヤンシャンテになりましたね。ただ形がそこで急走切って、そうですね、3層抜け入れも、あ、馬重なったんですね。まあでもこれで白のポンテンで、そうですね、白、はい、のポンテン3900がすごい軽く見えますね。ただ感覚もこれでシャーチャですし、リャンカン系統、さあこれで対応がつきやすくなりました。あ、一旦酸素、そうですね、甘露庵入れた時に6球アンでリーチ出るし、ここはちょっともう厳しいかな大阪大学さんは。そうですね、なかなか京さんは手が進まない。あ、これはもう
しかないですね。3走引いてても結構手がどうしようっていう形になっちゃうんで。おドラの数ピン切りましたね感覚。まあいいシャンテンなんでね。このシャアを泣くか感覚が泣きましたね。まあ、泣いてカンリャンソンの転敗シャアだけですね今のところは。シャアのみ。まだもう十分でしょ感覚さんは。そうですね、はい、今リードを取ってますし。ただ関連層は関連層は関連層お、これで高くなりました2000点。これスーピンも引いて3900になるパターンですね。それは熱いさすがに欲張りすぎる。これパーピン切ったら一応ゴロチが遠く見えるんです。そうですね、パーピンでもいいかなと思うんですが、馬切りましたね。パーピンいらないですもんね。おおいいとこ引いた。ローマ引きました。さあこれ 何でリッチしますかね。ロキュアでしょ。おおそっちでいった。ウーマン吐く。ウーマン吐く。どっちでもリーチドラドラ高め吐く VS 関連像。ちなみに吐くはニヤマですか。吐くニヤマですね。熱いな。まだ見えてないんで。山見えてるな強いな。俺ロキュアン取ってそうですね。檻ですね。大阪大学さんはもう降りですね。エツーさんはねちょっと今展望沈んでる状態なんで全然打点マックスのリーチを打ってもいいかなと思います。なるほどさすがです。勉強になります。ハック積もってリーズもハックドラドラでもう一個ドラドラ乗せてハネマンなんかもう最高ですね。結構最高なんで。あこれも結果なんです。知らない。おーリャンズを積もりましたね。500戦の一本場はシャアドラ1500戦も600戦100の上がり。結果的に言えば9、まあそうですね、9の上がり逃しになってしまったんですけど、まあでもこういう強気な姿勢はすごいと思います。そうですね結果的に言えばファックニヤマですし、まあたまたまリャンソーが先にあっただけです。そうですね。ただ電通さんとしてはどうにかここの親番でなんとかしたいですね。そうですね。どんどん4曲、大阪電気通信大学さんの親番です。ドラガドラガトンですね。トンこれはこれいいですね。トンアンコトンアンコ頑張れ電通トンアンコや。さあどっかトンあんこになってるとこありますか。トンあんこや。あーでも単葉早そう。これトン全山ですね。トン全山そんなことあります。そして親の電通さんのハイパイが結構いいですねこれは。そうですね。あと大阪大学さんもハイパイは良さそうですね。あかなりいい。さあこれで6チッパーの678の3色も見えます。何切ります。これ僕数ピンとかでいいんじゃないかなと思うんですけどね。そうですね。もうロスが数ピン縦引きしかないし一番無難な気がしますね。大阪大学さんもそこそこ手は単葉系で。そうですね。ああ結果的に言えばそうですね。なんかもどかしいですね。頑張ってほしい本当に頑張ってほしい電通さん。学生麻雀連盟は大阪電気通信大学を応援しておりますあちなみに僕も電通さん応援してます。なるほど理由は僕が電通通ってるからです。なるほどハイジャンプ枠で来てるんですけど僕電通の学生ですおお。おおいいとこ行きましたね。まあまあ行きましたね。これで一気に速くなった。ここはチートイツかなぐらいですね。赤馬があるんで上がりたいんですけども結構チートイツぐらいしか追いつけなさそうで。パーピン行きました。どう。おおここで1枚目のドラが感覚さんに。おお強い。あこれ悩ましいです、ね。ただまあ一旦違うでしょ。そうですね。おハガマン重なってチートイツのシャンテン。あシャンテンっすよ。スーピンかウソか。あごめんなさいイシャンテンっすね。パーマンガ9マニメ。うんちょっと難しいですね6ブロック。ただユウセイさんの本にはあの序盤は6ブロック上等って書いてありました
まあそうですね、6ブロックでいろいろ変化とか対応できる人は6ブロックに受けた方がもちろん強いのは分かるんですけど、この嘘痛いなぁ。いいとこ行きましたね。またこれはもうトンテンパってすぐ出てきちゃいそうですね。そうですね。これで何切りますと、まあイーマン切って、ね、シャンテン、めっちゃ広いシャンテン、かなり広いシャンテン、これサブローピン、スチーピン、6ロース、6キュッソー、チーソー、パーソー、これ9ピン待ちゴロじゃないですか。9ピン待ちゴロじゃないですか、これチートイツ9ピン、そうですね。嘘、これはキュッソー、まあ、赤があるか。もどかしい。あ、テンパイしましたね。テンパイ、サブロッソの焼くドライチ、吐くドライチですね。吐くドライチ、サブロッソ結構いるんじゃないですかね。まだ1、2、手配に2枚しかないんで、山5枚、山5、強い。勝ち、優勝。さあこれに大阪大学が追いつけるかどうか。これぐらい良かったらもう全部ですね。そうですね、テンパってるか分からない風呂車にはどこまででもしていいと思いますけどね。あとはまああれですからね、トン、そうですね、トン切ってるんで打点もそんなないんですよね。そうですね、まあ、しかもまあ今はまだトン先鋒戦なんで一番自由の利くタイプのハンチャンだと思うんですよね。そうですね、結構ガンガンいってもいいかなと思います、はいはい、僕なら、僕が先鋒戦行ったら多分全通ですね。全通は言い過ぎだ。トンが2枚見えましたね。もうこれで多分誰もトンは使えない。さあこれでポン、地図引き入れて両面スッチーピンのリーチ高め、イーペーコーリピン、スッチーピンは1、2、3、4、山に4枚、あ、ごめんなさい、全然チーピン2枚切れてるから山に2枚しかない。ただ高めのスーピンが、え、じゃあ、スーピンが川に2枚、あ、じゃあ、あれじゃないか、スーピン川2枚でチーピンが川2枚で手の中に1、2、1、2、3、4、ない、全枯れだ、なかった。スッチーピンが山に4枚も切れてるとは、枯れてる、辛いな大阪大学さん。ここは降りましたね、チートイツシャンテン。京都産業大学さんは降りました。もうさあこのハックはどうしますか。あー、しないですね、さすがに。はい、しないでしょ。ただ実は自分のリーチ最強っていう、あ、ここに老僧が3層さすがに出ないか、ね、まだサボロッソあれから減ったのかな。一応1枚減りましたけどね。降りるんだ、硬い、硬いっすね。降ります、あ、押したいっすけどね。トンが1枚しか見えてないんで。2枚見えてますよ。あれ2枚見えて、あ、はい、めっちゃ見えてるわ。3枚見えてるわ。3枚見えてる。赤全然見えてない。で、自分赤1枚やったら俺多少押しそうですけどね。あ、貼り直した。赤ウソか。赤ウソ。え、でも中筋ですし。めちゃくちゃ取りやすそうですね。はい、パーピン9層のシャンポンになりました。ただ9層以降いいかな、これは。そうですね。ちょっともっと川見を。京都産業大学さんが無限にサブロスを引き入れてる。パーピンキュッソ、これここで3層めちゃくちゃありません。パーピンキュッソですか。パーピンって9層が2枚とも山にいそうな気がするんですけど、1枚切れてるんかな。1枚切れてる、いや、あ、ちょっと1枚切れてますね。それでも山に2枚ありますね、すげえ。ここで何を引きましたか。ウーマンから、ウーアンは、リャンウーアンが怖い。いや、ただ3番ですね。あ、3番ですね。今結局スライドですか、降りました。いや、降りましたね。3番はスライドできないですね。あ、見てなかった。あ、ここに急走が。ただ今テンパイしてないんで。そうですね、電通さんは何を切るでしょうか。急走。さあこれ一人テンパイですね。大阪大学一人テンパイとなりました。空転リーチが結構、そうですね、空転じゃないわ。いやいや、の順からリーチが、自分から5枚見えてるスチーピンだったんですけども、結果的に一人下ろしてるんで、かなりいいリーチになりましたね。そうですね。で、
何の一曲で、管楽さんの親番ですね。ドラは嘘一本馬っすよ。あ、一本馬です。はい、はい、あれ一本馬、二本馬、一本馬、一本馬じゃね、多分一本馬管楽さんいいですね。そうですね、管楽さんがすごい。で、大阪大学も白がなければ早そうですね。あれそうな感じですね。電通の裏切り者って言われてるんですけど、あの僕が僕があの麻雀のサークル探した時にはまだなかったんでじゃああれですね、準決勝から急に電通枠で出るみたいな。あ、もう全然ありますねこんな今日負けたらちょっと電通さんにお願いしてあ、電通すいません、ちょっと決勝僕出させてもらえませんかって、ちょっと売り込みに行こうかなと思ってます。ずるいな、それはずるい。でもあれ、え、人のこと言えますか。僕もあれ、僕も敗退した場合は学ジャン連チームで出る予定なんで変わんないですね。京都産業大学さんはシャーチャだ。シャーチャでシャーを統一にしましたね。上がりやすい反面白が 出やすそうになってしまいました。電通さんは缶ウーピン入れました、ね、缶ウーピン入れて、すごい、こっち赤ウーピン入れました。ずるいわずるいわ、課金しとるここで白出てきますね。これはポンでしょう。この白に声がかかりましたね。そうですね、泣いてリアンシャンテンつもぎり、あー何もいらないんで、まあ大丈夫じゃないですか。ここはウーパーマンリャンソンインシャンテンですか。そうですね、何切りましょう。さあ、もうローソーでソースのメンツ固定でも良さそうなんですけど、まあさすがにローソー、おーイーソー切りましたね。あ、ドラがウーソーなんでね。あ、ドラウーソーなんですね。ドラ引きを考える、そこでソースで2メンツ使いたいって感じですかね。そうですね、感覚なかなかテンパらない。さあ、ここに管理屋前に入れました。ローマン切るんですね、これ。もう完全に浮いてる3ピン切って、ウッパーマンの規模残しときたかったところなんですが。ここはシャアですかね。ローマン行きました。チートイツ。チートイツ見ます？赤ウーマン。強い。デンズさん頑張れ。そうですね、俺これもローマンチ、これは缶をする、強気、これ強気な缶ですね。シンドラは言いそうですね。シンドラ言いそう、言いそうはどこにありますか。電通さんが1枚で川に1枚、これ言いそう使えそうなところが電通さんしかないですね。お、これでウッパーピン3層のいいシャンテンですね。一旦3ピン先切り、3ピンもう切っちゃいたいんですけどね。危ないですよね、ここは。京三さん、さすがにメンツで見た方が良かったような気がしますけどね。ツモに力入ってますね、電通さん。いいシャンテンなんで。おお、カンニャンゾー、カンニャンゾーの リーチが入りました。リーチドラドラ、リーチドラドラ。カンニャンゾーは、カンニャンゾーが1枚切れてて、手の中に1枚、残り2枚ですね。残り2枚ありますね。あー、出そう、いったんのピン、いったんのピン、いったんのピン、いったん9ピン。あ、この連想ちょっと出そうになっちゃいましたね。電通頑張れ、電通頑張れ、頑張ってほしいですね。3層生まれ、3層生まれ、3層埋まってくれ。さあ、ちなみに3層は、3層、3層ですか。3層どっかに1枚あります。 あ、 ここ2枚ありますね。で、町にあれですもんね、あのリーチ社の管楽さんもこれね、ウッパーピンが入ったらさすがに3層切っちゃいますもん ね。いや、なんかこう奇跡的な野生の勘を働かして、いい層切りリーチできないですかね。無理か、ドラですもんね。ここにランゾーが1枚、もう半大さんはもう降りてますね。そういくんだったら多分一旦6ピンで
札幌ストーテンパで取れてると思うんですけど。引いた引いた、これは強い。キルだよ、キルだよ、キルだよ、キルだよ。え、ちなみにこれで、あ、これでパソですね、パソですね。これでリャンゾーが順からになりました。耐えた耐えた。しかし三層もいない、三層はいないね。三層はでも1枚折ってももう上がりはないですね。そうですね、バーピンももうなさそうなんで。そうですね、一人旅ですかね、観楽さんの。E1 ですね、リャンマン。リャンマンが今通っておりました。一旦 E1、一旦 E1。めちゃくちゃ困ってますね。E1 が通りそう。ローソー。ローソー行きますね。流局ですかね。何を悩んでるんだ。多分あの缶が入ったんで背景の場所が。ああなるほど。多分これが背景なんですかね。そうですね。親の関西学院さんの、一人転売ですね。いやあのリアンソー止まってよかったですね、本当に。本当に良かったです。もうドキドキしました。いやもう危ない。だいたい裏一ぐらい乗ってワンツーですからね。今ワンツー補充したら相当やばかったっす、デンツーさん。かなり厳しくなりそうでしたね。そうですね、耐えました。耐え。親は引き続き関西学院。そうですね、関西学院大学さんですね。何度一曲日本馬ドラガー急増。あー、俺の殿下の宝刀カンパスの町が一枚消えた。いないな。でも1枚あればいいんだったら。あ、そうですね、山に1枚あれば積もれるんで。むしろドラ絡むんで強くないですか。強い、確かに。お、ここにカンパスオーターツが、電通さんにカンパスオーターツが。この解説いらんやろ。カンパスの説明いらないっすね。いらないですね、失礼しました。どこが一番手が良さそうですかね。この手好きなんですけど、結構感覚さんの、1日さんの3色が 6枚あるっていう。あー、僕3色嫌いなんですよ。でも3色嫌いな人マージョン上手くならないって言われました、師匠に。僕もあれっす、始めたばっかりはもう3色なんか知らねえみたいな感じで打ってましたね。そうっすね、僕もまだまだマージョン始めたばっかなんでっていうことっすね。ここは大阪大学さんは本一まで見てる。見てますかね。見てるんじゃないですかね。お、リャンカン。さあここでチーピン引いてきてリャンカンができました。お、ドラ引きましたね、感覚さん。ドラ引きました。これ切りそう、切りましたね。あ、いら、急走切るんですね。僕は切らないですけど、なんかこれで落ちそうとか切って、なんかチャンタとかも見えるような、まあ、ただ今切れたらちょっと面白いかなと思ったんですけど。ただ今感覚さんトップですしね。そうですね、上がりやすさ優先の方が。はい、乱造切る、カンパスソーコテですね。あ、好きです、そのマージャン好き。ローストはいらない。ローストはいらねえ。カンパスソーだけでいいと。カンパスソーだけで十分です。ただカンパスソーは山に山に2枚ですかね、カンパスソーは。おっと、カンパスソー引いた、引いた、ほら。あ、なんでだ。リャンピン、リャンピン、リャンピン切ろ、リャンピン切ろ。リャンピン立て、うわー、リャンピンここにいる。強いな、好きだわ。大阪大学さんがすごいマンズ引いてきて、引きますね。これ一旦ドラ離すんじゃないですか。ドラの切り時ですね。京三さんはなんかゴツゴツしてますね。これカンパスソー強いんですけど、カンチーじゃペンチーソー弱いんですよ、なかなか。パスソーが、最後のパスソーが手に吸い込まれていきました。この解説はいらん。おお、チーソー入れた、お強い。あー、でも今のいいピンキ、あ、3色見てるのか。あー、3万切っちゃったので、そんまいらないですね。そうですね。さあ、誰が上がるんですか、これ。わかんないですね。ワンチャン大阪大学さんが染め切るまである。全員が面白いつもしてるんで、なかなか。なかなか面白いですね。
あーもったいないな。そうですね、ここでここは入れる。これ川、これリャンマリだったら、リャンマリだったらバリ強いですよ。川がめちゃくちゃ強い。絶対切ります。このリャンマリは止まらない。さあこれ何切れますか。もういいシャンテに受けてもいいんじゃないかなと思うんですけど。なるほど、それはやりすぎじゃないですか今の。いや、いいんじゃないですかね。いいペイコー固定ですか。ペイコー固定でヘッド重なってテンパイでもよし。あ、最悪短期でもって感じですか。あ、はい、そうですね。で両面立つってからパーピン9ピン引いてきても普通に両面のピンフイペイコーのテンパイになるんで、もうこの準備だったら全然ありかなと思います。なるほど。ちなみに今のは579から9を切りました。さっきは579、じゃあ6を外したんでしたっけ。じゃあさっきも579から5を外して、あ、5を外して勝ち入れると。今度は9を外す。あ、リャンピンが、あ、リャンピンが、リャンピン最後まで引っ張った意味はここにあったんですね。あ、これ染め切染め切った方が、染め切るんですかこれは。でも染めるって言ってもまだ三シャンテンなんですよねこの順目で。いや、もうなんかポンポンポン言ってたらなんとかなるでしょ。これ何切れます。これはさすがにヤンマンとか切りたかったんですけど、やっぱイピンがない、なさそう。イピンでも山に1枚いそうですけどね。山に1枚ありそうですね。さあこれ難しいですが、リャンマン切りました。これリャンマン、伝説のリャンマンターズが強かったのにな。ここで、そうですね、こうなった時が結構さっきのパーマン切りが強いんですよね。ただイーソー川に切ってるんで、先にパーピンキューピン重ねてしまうとイーソー不利点になっちゃうんで。お、強い関数層、関数層のテンパイがありました。いいですね。ちなみに数層は、数層1、2で1枚2枚で川に、お、数層2枚いますよ。数層まで2枚ありますね。リーチペコドラドラの確定漫画。いいですね。あ、ここで大阪大学も追いつきました。ただ言いそう、振り点の言い数層、振り点言い数層、一旦9ピンぐらい切ります。9ピン現物ですし、まあ、でも補充することないんでって言ってもリーチするかもしれないですよ。パーピンが川に2枚切れてるんで一応リーチしましたね。さあ大阪大学振り点の言い数層リーチ、リーチイーペコ、振りちなみリーピンイーペコですね。あ、ごめんなさい、リーチピンフイーペコ。ちなみにイースーソーは山にどれぐらいいますか。スーソー2枚なんでイーソーが1、2枚切れてます。ここに1枚、1枚切れててここに1枚あるんで残り2枚ですね。なんでイースーソーは4枚ですね。イースーソー4枚、さあここにスーソーが、ここスーソーがただ振り点、まあもう協賛はもう店じまいですよね。そうですね、ペンサンスを入れない限りシビアですね。さあ、ここにイソが残り、イスソ2枚です、1枚ずつ。ああ、そうか、関数層積もってほしいな、積もってほしい。どうや、スソは、ああ、オールマイティじゃない。まだいますよ、まだ1枚ずついますよ。これ今日ワンズの下の方とかって、あ、馬が通ってるんで馬ですね。そうですね。つまらない。ちょっとこの赤怖いですよね。そうですね、リーチ後の赤ってめちゃくちゃ怖いですよね。しかもチーピン切りリーチウッパーピン同盟。そんなこともないか。背景が、あ、流局ですね。流局です。二人天敗ですね。電通さんと大阪大学さんですね。どんどん爪尾が大きくなる。4本。そして親が流れまして、大阪大学さんの親番ですね。何人局の3本場ですか。3本場プラス教託4000点。これはでかいですね。4900、1000は5900。ここはもう軽めの点数でも上がりたいところですね。そうですね。特にでん、まあ、どの大学も上がりたいですね。さあ、大阪大学さんの親番です。ドラガー G1。どこが良さそうですか。
大阪大学さんは結構ハイパー良さそう。ここも良さそう。ここがすごい良さそうですね。京都産業がラブナンが統一でピンズの形が整ってそうですね。本一まで見える。いや、ここシャアアンコだ。電通さんシャアアンコいいぞ。これはでかいですね。ただ他の形が注目といいぞ。これはいいですね。これ上がれるんじゃないですか。他の形がでも苦しいですね。あ、観楽さんもいいですね。観楽さんしかも今観覧図埋めた。じゃあ観覧マン入れた。入れ、わあ、ここ高そう。共産高そうですね。頑張れ。これ今じゃないんだっていう時に結構高いってきちゃいますよね。そうですね。スピードも結構伴いそうなんで今回の場合はあれですけど、さあ、イーマン切ってイーシャンテンに取ってもいいんじゃないですかね。あ、ただヘッドが、あ、いいですね。9万切り、僕も9万切りそう。ダイレクトチーマン引き以外はあんまりロスにならないんで、さあ、ダムナンポンしましたね。高いなあ、ダムナン。赤ウソを引きました。いいですね。ここでパーマ切るんですかね。ただ3色はまあ見ないか。この点差ですもんね。この点、そうですね。しかも上がり優先でいいと思います。お、いいですね。いいですね。ここが一番面白いですね。あ、ずるいずるい。赤はずる。どこだ今赤入れたん。感覚か。感覚さんがかなりいい形で、ここでイースーピン。じゃあ G1 切らないんですね。先に一番切らないんですね。お、チュンポンしました。チュンポンしました。いいぞ電通。一旦パーマン切ってイースーピンスーマンのイーシャンテン。いいですね。さあ、ローマン重ねました。ずるいずるいずるい。これでポン点も取れる形に。感覚ずるいぞ。一応大阪大学もいいシャンテンになってますね。本当だ。どこが上がってもおかしくない。どこもいいシャンテン。さあ、もうローソー先に入りましたね。さてさて、ここフーロー入ってなければトン切っていいシャンテンに行くっていいんですが、そうですね、切りましたね。まあ一応受け入れマックスにしますね。ちょ、ここなんとか関数は、こういう全員が上がりに来ている馬強の時のこういう受け入れの変化、受け入れの枚数ってどういう風に考えたらいいのかなって結構考えますよね。そうですね、いろいろ考えますね。受け入れマックスにしても結構出ていく牌が危険牌ってことが多いんで、さて、先切りですかね。先切りましたね。ここ共産さんなんか中途半端な気しますけどね。さあ、まだどこもいいシャンテン。感覚さんもいいシャンテンですね。これ3層残すんだったら多分リャンマン持っていった方が良かったのかなと思います。さあ、これは多分さすがに急層切って、カンサンマンターツがそうですね、ちょっとは弱いんで急層切ってフォロー入れてあげる方が。さすが大阪大学さん、ちゃんとフォロー入れましたね。おっと、これでタッツ選択が入りました。赤があるんで3万ウーマンから で、ね、でこのウーマンがないっていう、これずるいですね。1風呂シャンテンキープ。いや、テンパイです。え、テンパイでした今。これシャンテンじゃないですか。テンパイです。お、うわ、強くなった。ウッパーピンテンパイ。あ、ほんとだ。そうか、ウーマンか。ほんとですね。タイニャードライチ、うん、タイニャードライチ、ね、ただ教託がね、あ、積もりました。関西学院大学さんの出、積も上がりですね。タイヤモドライチ、タイヤモドライチ800、1300の上がりになりました。プラス教託4本。これはでかいですね。これ大きいな。そうですね、2000点は6900の上がりになりました。2000は6900。どこのピンジャンソーですか本当に。これで感覚さんがかなりいい位置に行きましたね。電通さんは最後の親に備えて運を貯めておきましょう。何三曲ドラローピンですね。親が、京都産業大学さんですね。もう京都さんが親の京都産業大学さん。電通さんすごいいいですよこれ。本当だ。いいぞ。え、いいぞいいぞいいぞ。おすごい、ザワザワしてきました。ローピン引きましたこれ。強い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 。あ、でもここも観楽さんも関数数入れましたけど、
ただ電通さんがダントツの速さですね。ここは上がって親行きたいとこっすね。でも京都産業大学さん結構整ってますね。リアンシャンテン。ただこれは群を抜いてる。あ、ローピン。カンツか。あ、ローピン。パーピン切っちゃうとチーピンの受け入れが。いやもうカンする気満々なんですね。カンしましょう。さあこのチームはね、チュンのポンテンにも備える。チュン泣けるようになりましたね。あー痛い。これは痛い。なんで残すんだ。残すか。ウーパーピンのフォロー入れろ。ドラローピンなのか。今気づきました。本当だ。ドラローピンだ。ドラローピンだ。それは強い。さすがに強い。これはローピン感ですね。一旦ローピン感しましょう。一旦感しましょう。これは。これは一旦感しましょう。これはローピン感しましょう。すいません。いやこれ多分リンシャン回復目指してます。多分テンパイまでこのままの形でいくと思います。なるほど、素敵ですね。バトル漫画に発展しそうですねこれは。あ、おっと、あ、これでさすがにカンしました。ドラカン、これターチャどう思うんですかね。しかも真ん中のローピンカンです。ドラがリャンは、リャンはない。あー、チソではない。チソではなかった。シンドラがリャンマンですね。リャンマン。これでターチャ攻めにくいっすよね。そうなんです。あ、チュン泣きましたね。これでこれでイーシャンテンになります。数番リャンウピンのイーシャンテンですかね。何引くか。そうですね、マンズの形がめちゃくちゃいいんで。そうですね、頑張ってほしいな。大阪大学さんが急にドラドラになってちょっとやる気出したいんですけど、ね、ドラヘッドで。あ、でもここが京都産業大学テンパイになりました。リャンウピンですか。チュンチュン…チュンのみか。あ、じゃあチュンドラ1ですね。ヤンマンドラなんでチュンドラ1ですの2900。頑張ってほしいな、電通さん。ここはなんとか。これ誰の待ち番ですか。これもどういう状態ですかね。あ、忘れたっぽいっすね。ちなみにリャングピンはどんな感じですか。あ、これあれですか、これ3000オールで全力で潰しに行く。ちなみにこれリャンピンめっちゃいません。リャンピンめちゃくちゃいると思います。もう数えたくないぐらいいますよね。ちょっと頑張ってほしい。ちょ、電通頑張って。いや、これちょっと上がってほしいですね。ね、ちょ、本当に頑張ってほしい。ちょ、電通のリーチドラゴが見たい。見たいですね。ちなみにチーソーは、チーソーいますよね。チーソーいますね。山さん2じゃないですか。1枚切れてます。あ、1枚切れてるんですね。山に引け。あ、これ電通さんリーチ打ったらこれ誰も来れないですよ。あ、リャンマンコになりました。これは行きたいですね。これは行きますね。引けない。チーソー、あ、ここでリャンピン。ただここは結構リャンピン欲しいところなんで。そうですね、ここからは出ないですね。もう一枚リャンピン欲しいですからね。リャンピン面白くないから。面白くないぞツモは。あー、耐えた。めっちゃ解説があれですね。おー、いいとこ入れたぞ。これは感覚さん、ここも行きたくない。初切ってめっ、おー、降りる。こう固く打ちますね。初、あー、でも確かに見えてないですもんね。まあ、赤い方がすごいですね。ずるずるいわこれは。チュンドラドラ2000オールチュン重かったですね。いやー、夢見ましたね電通。いやー、ペンチ層が最後まで壁になりましたね。なかなか引けなかったですね。京都産業大学さんの連チャンです。一本馬、何の3曲ですね。ドラが馬。いやー、今の上がってほしかったな。あれ、リーチ、あの後もし電通さんが打った時に京産さんどこまで行くんですかね、あのリャンピンで。どうなんすかね。ドラ4枚見えてますけど、多分折り切れないのと親で補充しなくても6000点の失点が見えてるんで、もう押しますね。ある程度は行った方がいいかなと思います。で、リャンピン結構良さそうな街だったんで、多分全部行くんじゃないですかね。そうですね、感覚さんが
流してですね。さあ京都産業大学がまたかなりいいですね。京産いいですね。ドラム1枚やってレアンシャン店かなり形が整ってます。電通さんはおーなんかすごいな。感覚さんの手配は、感覚さんの手配がゴツゴツもうダンス。さあここでダブドラの赤不満を引き入れました。さあ何切りますか。まあ3ピンとか切って異数ピンの手を良くしてもいいかなと思ったんですが、ただドラを3枚使い切りたいんで俺は多分ローソー切りますね。半大さんはちょっと苦しい。関西学院初を泣きました。おーいいとこ。これどっちどっち切るどっち切るどっち切る難しい。どっち切ります。どっちもいいじゃないですかね。もうあれですか、あの指との相談ですね。そうですね。おお正解、正解引きました。これは生ですね。先生ピンフドラさん高見ペコスッチーピン、スッチーマン、スッチーマンですね。さあちなみに電通さんもこうやって一瞬点になりました。スッチーワンは追いつけるんですかね。スッチーワンは、スッチーマン、ごめんなさい、スッチーマンが、スッチーワンは1、2、山7、じゃあ山6ですね。山6です。強いですね山6。おってるのにやらしいな、手の中で一回入れて悩む。これダマでもチーマン積もると6000円になります。神楽さんが押し返せるか。押し返せそうなのが電通さんぐらいですかね。ですね。電通さんが今イーシャンテンですか。あでもここもあここチーマン出そうですね。ちょっとそうですね。チュン重なったりするとおお大阪大学さんいいピン重ねた。さあ何切りますか。ウピン、まあウピンで良さそうですね。共産としてはここはもう上がりきりたいですね。そうですね。ここで一気に上がってトップに突き放したいですね。後々のことを考えると、一応大阪大学もいいシャンテになりましたね。おおおスッチーワンだ、スッチーワンだ、引き合いだ。リーチドライチ、レンズさんがリーチドライチのスッチーマン。そして今、どこだ、感覚さん降りましたね。追っかけますかね。もう追っかけそうですね。スッチーワン、そうですね、追っかけますね。スッチーワンの引き合い、さあどっちが先スッチーワン引くかって感じですね。電通さんが引くと熱い。どうだ。ああー一発のリーソクズのドライチ。裏が期待されます。裏はゼロ。まあでも十分です。2004戦リーチ一発ずつもドライチ、2004戦は2100、4100の上がりになりました。いやー引き勝ちましたね。でもこれ共産からすると激アツですね。これ熱なりますねこれ俺の方が先張ってたんやぞ、こっちだいぶ前から張っとんねー言うて何即図もしとんねんって感じですね。電通さんとしてはこれ命拾いしましたね。これで電通さんが親で連チャンするとまだ分からなくなりましたね。ちなみに大阪大学さんもちょっと今の間に上がっておきたい、このオーラスに。特にやっぱり電通さん以外の3個はもうこう電通さんに連チャンさせずに一旦沈めておきたいですね。そうですね、このまま3個がもうサクッと上がっちゃって、はい、3個の流れにしたいですもんね。で、オーラスです、大阪電気通信大学さんの親番です。さあドラが気になるところですが、ドラはじゃあそっちじゃない、そっちだ。ドラは嘘、嘘、おー嘘は、うわーゴツゴツしてるな。一旦発内で考えようって感じですかね。さあただどこも早そうじゃなくて大阪大学さんが少し整ってるかなぐらいで、ここはあここはめちゃくちゃ弱いわ。
京都産業大学さんがめちゃくちゃいいですね。本当だ。ペイが統一でリャンシャン店、形もかなり整ってます。あ、めちゃくちゃいい。ペイ統一じゃないですね。ペイ統一じゃない、あれペイ1枚ですね。ちっちゃい方で見たらペイ統一に見えてました。電通さん頑張ってほしいな。統一で。ただもうこれ感覚さんが今イーシャン店、感覚さんこんな良かったでしたっけ、はい、僕見た時なんかそんなにやった気がするんですけど、赤ウーアンを引き入れました。まあ後々のことも考えて、ヤンピースチャッソンイーバンのイーシャン店、お、さ初泣きましたね。した、ただかなり手がゴツゴツしてる。おっと、これドラを重ねましたね。かなり広くなりました。ずるいな、感覚ドラしか引かんやん。3万引きましたね。3万重ねましたね。いいですね。ただここでこれ曲げますかね。後々のことも考えて曲げます ね、 そうですね。リーチピンフドラドラ、スチャッソーのリーチが入りました。関西学院大学さんですね。スチャッソーが手配の中に2枚しかないですね。あー、山6、山に6枚あります。強い。おダブドラの若嘘を引き入れました。頑張ってほしい。これはもう全部いってほしいです、ね、全通何でもそう、全部押しましょう。ただここの数層は京都産業大学もね、チーピン品を引き入れて結構押しやすい形にはなってるんですよね。ただ数層がまあ数層出ないですね。お、いいですね、カメラに見せる感じ。俺は積もるんやぞっていう気持ちがすごい伝わってきますね。さてジャストまだ6枚いますよ。これはどうする。おっと降りですか。降りましたね。もったいないな。これ以上はもう失点しないぞっていう、もうあとはもう他の人らに任せると。さあ京都産業大学、これスーチャストどっちも浮いちゃった。そうですね、苦しいですね。一人旅になってしまいそうな感じがするんですよね。ただもう大阪大学さん、も押し返せないでしょう。ここも厳しいですね。無理に押していって自分が下がってしまうと後々やっぱり苦しくなるんで、やっぱり先行だいぶ有利なんで。そうですね、このルールだとやっぱり押し返せないですね。そうですね、スッチャッソーがねドラ絡みなんで、ドラ切って刺さるとだいぶ高そうなんですよね。しかもウルソーギリリージですからね。だいあー行くのか。リーピンドラドラ裏はいらねえ。8000点の上がりですね。はい、そうですね、こんだけも持ってるので、もうここで補充しちゃうと、そうですね、大阪大学さんと争ってしまって、関学さんはもう ほぼほぼ進出にしてしまうんで、あんまり補充はしない方が良かった気がしますね。このチーソー特にウソ切りリーチでしたんで、やっぱりドラを最後打ってリーチ打ってるから。そうですね、455か556は結構ありそうなので、スチャソーサブロストがすごい切りづらいんですよね。ですね。ただこれで1位が関西学院大学さんで118,600点で、2位が、京都さん、今漫画を報じした京都産業大学さんで、108,000点で、3位が大阪大学さんで、97,900点で、4位が、電通さんで82,700点ですね。ということでちょっと感覚が頭一つ抜けた感じですかね。そうですね。あ、でもあと2半チャンあるんで、これまだ全然どうなるか分かんないんで。そうですね、僕はもう電通さんを全力で応援するんで、もうちょっとまくりましょうここから。そうですね、では一旦次の対局の準備が整うまでしばしお待ちください。